でも皆さん例えば SNS とかやっていて自分の名前とは違う名前を持ってアカウント名としてやってる方がすごく多いと思うので自分の気に入った名前を持ってやるっていうことが今の時代は結構普通というかハンドルネームみたいなことはあると思うけど昔はもう苗字一つとして名乗ることも許されなかったりとかそれで階級が分かったりとかっていう中で私は自分の名前をジョーバチってバンド組んだ時に「じゃあアぶちゃん」っていう風にしたんですけどやっぱね「ちゃん」がついてるとねみんなね優しくね してくてれるなっていうふうに思うんでで、すよね虻ちゃんってあアブちゃんあ、かわいい虻ちゃんとか言ってるけどライブになったらものすごいことなってるとか実際歌ったらちょっと虻様みたいなところとかなんかこう油断させたいってわけではなかったんですけど私は自分がチャーミングなところがある人間だと自分では思ってるのでそのチャーミングさっていうのが気に入ってアブちゃんってていう,ふうにしてますねなんかやっぱ虻ちゃんって名前を自分で付けることによってそのなんていうか 名前が持つキャラクターにやっぱなんか引っ張ってってもらえるみたいなところもある、ね、うん、うん、でも素が多分一番アブちゃんで、うん、多分もうちょっとね、ごっつい名前を付けれたとしたら芸名は多分もっとごっついんですけどあの、うん、<laughs> 作家の名前とかはなんか多分その名前だと多分強すぎるっていうところなんですけど多分アブちゃんを先につけたってことはなんかみんなと楽しくやりたかったんじゃないかな当時の私はって思ってます、今もありがとうございます、森山さんはどうでしょう私ですか 私の名前も結構まあ本名なのでまあ特殊っちゃ特殊というかまあでもまあ全然全然というかとても気に入っている名前なんですけどまあやっぱり人より未来っていう言葉に関してはなんか思いははせ,せてるだろうなと思いますしなんか未来っていうすごく抽象的な言葉をあの与えられているからこそ今のことばっかりすごい考えるようになって。 んか自分がこう何て言うかまあもともと父親の遺伝子とかすごい強いと思いますけどすごいフラ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 放浪的にこう <laughs> あの旅するようにこう人に出会って作品になってみたいなのだから目的を要はあまり持たないっていうのはなんか未来っていう名前をつけて。 もららえたたからなのかななのと逆に思ったりはしますけどね声に出して読みたい日本語「うん、森山未来」って感じ <laughs> すみません言いたくならない「森山未来」ってかなかなかの「ばらのアブもこう」も声に出してみたい <laughs> <laughs>、はいう名前ですけどいい,、ね、いい名前だね2人とも <laughs>、ね、もっともっと犬をうん願わくばまだ続きを私たちはやりたいと、うん、この2人は思えていますので。 まだ終わらぬです、ね、そうですね終わりたくありませんね <laughs> なのであのたくさん見ていただいてその日を待ち望んでいただくそしていろんな携帯でこれから老い犬を促す活動が<ん>ございますがい,い犬王いや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 い もう愛してもらえてると思うんですけどまだまだ知ってもらわないといけない作品だと思いますのでたくさん愛していただいてまた犬をとして皆さんとお会いしたいなと思ってます。あありりががとととううごござざいいいまましたす <laughs> もうちょっとください